不死身としていると不死身か奴はいいなようやく本性を見せたか闇の帳を下ろさんとする悪鬼ならば我が極光が相手となろう源氏君 仕留めきれないか。だが。セイバー、そしてそのマスター、貴様捕まつった。 秘伝の一刀が戦局に光をもたらした助太刀恩に斬るならば頂上いざ共に行かんこの地を覆いし闇を払いに宮本伊織と戦うこの地を今一つ秘伝に預けよう来い 頼りにしているぞ。 風の方だ。火は熟した。この程度の力で、紳士の歩みを阻もうと。なんとか払いたい。止まっています。
奴は何か仕掛ける気だ。 構えて臨め。火の肩来い。我が無人の雷、人理の影奉仕ごときの及ぶところではないと知れ。 まだこれほどの力を、急ぎ仕留めねば江戸は焦土と化そう。全てを私が壊す。味わうといい。これ以上800野鳥を踏みにじらせはせん。やるぞ。荒ぶる神の力にすがる悪心を切り伏せる。 ああ、大将の悪道の悪鬼、大義のもとに貴様を打ち果たさん。行く先は、さすらは荒ぶる神の力より決して気を抜くなよ。避けろ、ライダーが来る。来い。分かった、我らが刃 突き立てる。遅いな。こっちだ。待っていろ。お覚悟を。奴が動くぞ。よく避けろ。見せてやれ。見せなさい。 見えた。ここだ、セイバー。 言われなくとも。我が神殿、大和。 嘆き、叫ぶ、荒ぶる雷、一刀にて沈め立てまつる。雨、土、わだつ、嵐、炎、天地自然の諸力をここに開剣。雨の村雲の剣、
マスター気に食え。行くぞランス、下手な芝居はここで終わりだ。遠からず俺は江戸に地獄を下ろす。はいマスター。お前たち待て。より、無駄なことはやめておけ。ここで連中を引き止めて何とする。マスターとは願い持つものであるという。サーヴァントにしてもそうだ。ならば英月の義を止めんとする我らとは相入れぬ。何がどうあっても相入れぬのだ。違うかより。ああ、そうだな。だがなんだ、知恵門から感じられる剣気とは異なった。あの豪華なごとき殺気、なんだか妙に